ます。おはようございます。ハレリア、ハレリア、ハレリア、ハレリア。私たちがハレリアという時に、油注ぎが注がれてきます。そして礼拝は、その神様に対する礼拝です。イエス様に対する礼拝ですけれども、その私たちは礼と誠を持って礼拝します。礼と誠というのは何でしょうか。誠くんです。礼と誠というのは聖霊によって礼拝するということです。そして、真心を込めて礼拝するということです。それが習慣ではダメです。それが惰性ではダメです。それが義務ではダメなんです。人間関係もそうでしょう。皆さん、私たちは真心で人と関わらなきゃダメでしょう。皆さん、世の中のそのお店とか役所というのは機械的なんです。機械的に人と接して、ね、いらっしゃいますとかありがとうございます、それは悪くはないですけれども、それが機械化してあたかもロボットかのように、人間関係もそれが真心がなかったら本当の人間関係じゃないんです。多くのこの世は本音と建前が違うんです。本音はですね、全然なんかむしゃくしゃしてるのに、建前はなんかニコニコしてるのは、これは偽善なんです。世の中は偽善の社会なんです。役所もお店も、お金が目的で偽善を働いているんです。その本当に相手のことを考えるようなシステムがなくてですね、世の中はお金儲けのために結局は欲が目的で、その欲のために偽善的に愛想がいいわけです。でもそれは本当じゃないです。本当の社会じゃないんです。本当の社会は偽善ではありません。本当の社会は機械的、事務的じゃいけないんです。お給料もらってるから仕方なくやる、お給料もらってるからもうそれはしょうがないからお客さんに、丁寧にする、もうそれはまあもちろん悪くはないですけれども、しかしそれは、もうその意味がないんです。単なるお金のために働いてるだけに過ぎないんです。意味がないんです。神様が喜ぶ人間関係はそうじゃないんです。神様が喜ぶ関係は機械的、事務的、その本音と建前が違うような偽善的なあり方は神様は喜ばないんです。神様が喜ぶのは真心なんです。心から、ね、心から神様に向かって心を覆ってですね、真心が見えないんですよ。つまりその私たちは心がありますでしょ。心が誰でもあるんです。でもその心が覆われてるんです、罪によって。つまり罪によって覆われてるということは真心を出せないということなんです。真心で接することができないんです。隠すしかない、ごまかすしかない、自分の真心が見られたくない、本音が見られたくない、そういう世界なんです。それがこの社会なんです。だから真心で人と接触できないんですよ。どうしても嘘をついちゃう、どうしても見栄を張っちゃう、どうしてもプライドで自分の本音を見せれないんです。それは良くないと思いませんか。皆さん、本当はみんなは真心で人と接触したいんですよ。自分の気持ちを本当に分かってほしい、また人の気持ちを分かりたい、そういう本来の人間が罪というもので阻害されてるんです。その罪を覆っている膜ですね、覆いです。それを打ち破んなきゃダメなんです。それを取んなきゃダメなんです。それを取るのが十字架なんです。十字架はその人間の、ね、真心を隠している覆いをですね、イエス様がそれを取ってくれるんです。それを心の割礼というんです。心の割礼というのは心をの包皮を切る、切ることができるということなんですね。止まっちゃってますね。トマト、
大丈夫。はい、大丈夫です。はい。はい。それで、ね、私たちは、ね、その以前は、その自分の心を隠していましたけど、今私たちは正直になって、ね、イエス・キリストを信じて、心の皮を破ってもらって、私たちはまずイエス・様に向かって自分の心を見せることができるようになったんです。それが悔い改めです。悔い改めとは何ですか？悔い改めというのは自分の罪を認めて、その自分の心を表すことです。イエスで悪いことしてました、に対してごめんなさいと自分の真心を言うんです。多くの人はそれで恥ずかしい、なんか認めたくない、なんか自分を悪者に見られたくない、責められたくない、ね、何かひどく言われたくない、だから隠したい気持ちは分かります。それは悪い人にそう、ね、言ったら悪いこと返ってくるかもしれません。でも皆さん、許してくれる方がいるんです。私たちの罪を許してくれる方がいるんです。そして真心を、ね、表すことこそ神様とのコミュニケーションのスタートなんです。皆さん、人間関係もそうでしょ。人間関係も嘘を言ってて人間関係できっこないじゃないですか。真心を見せないで人間関係できますか？友情はできますか？愛情はできますか？ね、夫婦関係できますか？でしょ？でしょ？そんなもんいらない。真心を見せてこその人間関係じゃないですか。だから雨。雨。だから、ま、真心で本音で付き合いたいから、ここでは皆さんが純粋なんですよ。だからここに来てるんですよ、毎週。アメン。自分が本当の自分になれる。アメン。アメン。アメン。そうなんです。この世は偽善なんです。偽善の社会で何が楽しいんですか？何が面白いんですか？だって嘘っぱちじゃないですか。偽善で喜んでどうするんですか？私たちは真心で関わりたいじゃないですか。本音の人間関係欲しいじゃないですか。もちろんクリスチャンだからって完全じゃありません。クリスチャンだってね、ちょっと失敗したり自分を隠しちゃうこともあるかもしれません。でも原則、原則私たちは愛を持って真理を語りましょう、ね、愛を持って真理を語って本音を、正直に行きたいんですよ。正直に行きたいんですよ。自分に嘘つきたくないんですよ。アメン。そうなんです。そしてそれは自分の力ではできないということです。自分の力で正直にはなれない。自分の力でその真心を出せないんです。それは本当に正直な方、本当に真心で生きている方、本当に嘘のないお方、そのイエス様と関わらなければ私たちはそうなれないんだ。人間が、ね、正直になるためには、人間が真心になるためには、そのお方と関わらなければなれないんです。アメン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 。本当にそうなるんです。それは本当の人間関係が作れるんです。本当の神様との関係、イエス様と関われば関わるほど私たちは清くなるんです。正直になれるんです。誠実になれるんです。御霊の実は、ね、誠実、愛、喜び、平安ですけど、その後に誠実とか、それから善意とか、ね、柔和とか、のような性質になるということじゃないですか。私たちが、ね、本当に罪だらけの私たちが、罪だらけの私たちがイエス様と関わることによって、聖霊によって神様のように変えられていく。わお。皆さん、嘘のない心ってすごく大事だと思いませんか？楽です。楽。生きるのが楽。嘘がない、自分に嘘つかないってことは生きるのが楽なんですよ。多くの人はですね、その罪の
罪の心で正直な人もいますけど、罪の心に正直だと悪いことしちゃうので、私は正直にやってるんだという人がいるかもしれませんけど、でもそれは、まあ正直かもしれないけど、悪い心を反映しちゃいけないわけですよね。ではなくて、本当の正直の心というのはやっぱり神様の心を持って正直に生きるということじゃないでしょうか、ね、そう、私たちはその罪に生きるのではなく、信仰に生きるというのはそういうことじゃないですか。信仰に生きるというのは、私たちはますます正直になりたい、ますます嘘のない生き方をしたい、ますます真心で人と関わりたい、ますますイエス様と真心で関わりたい、イエス様とコミュニケーションを取りたい、イエス様を愛したい、それが信仰じゃないですか。アーメン、アーメン。ですから私たちは礼拝をします。イエス様に向かって真心で礼拝します。イエス様に向かって正直に悔い改めます。イエス様に向かって正直に、私たちを変えてください、私たちのプライドを取ってください、私たちの、ね、嘘を取ってください。私たちは十字架しかないんです。十字架以外に私たちを良くするものはないんです。私たちを変えるものはないんです。だから礼拝するんです、だから礼拝するんです、だから礼拝するんです。アーメン、ハレルヤー、アーメン、おはようございます。アーメン、アーメン、イエス様に感謝です。昨日僕は不思議な夢を見たんですよ。どんな夢かっていうと、教会の建物が燃やされる夢を見ました。で、この LTL じゃないんですよ。 LTL みたいな感じじゃなくて、もっとなんか古びた木造の暗い感じの建物で、まあどっちかというと僕が前いた教会に近いような、そういうイメージだったような感じがするんですけど、で、なんでこんな夢見るんだろうなって思ってました。で、それと同時になんか神様から思わされた言葉がありまして、クリスチャンが優れているわけではないっていうこと、それをなんか神様に言われた気がしたんですね。で、これどういう意味かなと思ってずっと心に留めながら今日ここに来たんです。で、今Qちゃんのメッセージ聞いて、その意味が分かったっていう感じがしました。その教会の建物っていうのは上辺だけ、その表面的なものです。でも大事なのは、神様が見ておられるのは僕たち一人一人の魂、一人一人の心の中です。で、僕たちが本当にその形ではなくて、心から神様に従っていきたい、神様を愛したい、神様に感謝だなって思える、その気持ち、そして心を全て正直に神様に、打ち明けて、で、神様に、それを受け取っていただいて、そして砕かれて変えられて新しくされるっていう、それが神様の喜んでくださる礼拝のあり方なんだっていうこと、今その確信を僕今掴みました。で、この世界は本当に、上辺だけの世界です。よく教育とかで、その学校とかで、その一人一人 その個性を尊重し、その個性を伸ばして、その個性を伸ばせる教育を我が校はやってますよみたいなことを学校が言ってたりすることありますけれども、僕は小学生の頃、中学生の頃、小学生の頃かな、主に小さい頃、本当に引っ込み思案っていうか、もう何にもその自分らしさを出せない、その殻の中に閉じこもる、そういう子供だったんですね。で、そういう時に周りの、学校の先生とか、大人の人たち、優しい方たちからは、自分らしくいていいんだよって、シモン君はシモン君らしく、生きればいいんだよっていうことを、たくさんこう言ってもらってたんです。でも、それをありがたいなって思う反面、自分の中でそれによって逆に苦しくなってくる部分っていうのがあって、その自分らしく生きよう、その正直でいていいんだっていうふうに言われても、その自分の中の心っていうのは、もう本当にその人をなんかこう憎むような心とか、その高ぶるような心とか、人を悪く思う心とか、そういう汚いものがたくさんあるって、その汚いものっていうふうには、そのイエス様と出会わされる前は認識はなかったんですけれども、うすうす自分の中でそれ気づいてて、で、それがあるから、それをもしその全部さらけ出して、人と
で、なんか今までは被害者ぶってきたけど、それが一気にその逆になってしまう、その自分が人を傷つけてしまう、まあそういうことで、あ、そのとても自分らしさなんて出せない、そのまあ、周りに合わせて、まあ、無難に生きる、その自分をないような、存在にして、自分を無にして、生きるのが一番無難なんだっていう、まあ、日本人って全体的になんかそういう価値観の中で生きている方多いんじゃないかなと思います。まあ、とにかくその自分をそのさらけ出さずに、そのとにかく形で、まあ、その人にこう当たり障りないように、こう表面的に笑顔を作って、丁寧な言葉を使って、それで、はい、良いことして、そのお互いに助けてとかっていう風に、まあ、そうやって、まあ、本当に多くの人が疲れていると思います。で、まあ、そうやって心からそうやって人にこういいことをして、人を助けて生きてるんだっていう風に思ってる方は多いかと思います。ただそれは本当のその心の根っこの根っこからのその善意ではやっぱりないと思うんですね。それはクリスチャンになって初めて分かることです。イエス様に触れられてみて、そのイエス様と自分を比べるっていう話が確か先週からありましたけれども、その自分の心とそのイエス様の十字架の愛、これを比べた時に、もう自分にはもう全くその、命を捨ててまでその人のために尽くすとか、人を愛するとか、その人に感謝する、神様に感謝するっていう、そういう心はもう全くないと、自分には一つも優れていることがないっていうことに気づくんです。で、それに気づいたら楽になります。で、神様は、神様だけが本当に僕たちの、その人に見せられないような恥ずかしい心、それをもうそのありのままで受け入れてくださる方です。僕たち人間はどんなにそのいい人であっても、確かにいい人はいますよ、いい人はいますけど、どんなにいい人でもそのキャパには限りがあるんです。で、人はみんな何かしらその賭けがあります。で、みんな弱いです。イエス様に比べたら本当に弱いです、一人一人が。その弱い人間同士で比べて、この人の方がこの部分はちょっと優れてるなとか、そういうことはあるかもしれません。でも神様と比べれば、人間はみんな、平等であり、そしてみんな平等に神様に対して、弱いんです。で、神様がその強さを持って、僕たちのその弱さを補ってくださる、弱さを包んでくださる、僕たちの傷を優しく包んで、それを癒してくださる、それがイエス様です。神様の愛です。そのイエス様に触れられた時に、本当に僕たちその形で、ごまかすその疲れる人生から、その本当にその心が清くされて、で、まあ、その清くされ始めても、まあ、まだその僕たちこうやってこの地上で、生かされている間は、まあ、完全になりなさいとは言われているとしても、もっともっとイエス様に近づきたいって言って、こう日々、こうイエス様に向かって歩まされている存在です。ですからクリスチャンには、まあ、神様の霊をたっぷりこう受け取りきれていない部分もあって、そのクリスチャンを見てつまずくっていう方は、まあ、確かにいるかもしれません。でもイエス様が完全なお方で、そのイエス様にこうやって養われている、イエス様によって成長させられているっていうことで、そのクリスチャンはもうこの世の人とは大違いです。もうイエス様が共に歩んでくださっている。だからその本当に日々こう清い心に作り変えられていき、そしてこうみんなで愛し合えるように、その人に勝つとかそういうことではなくて、みんなで、イエス様に向かって高められ、そしてイエス様のようにどんどんそういう、クリスチャンが成長させられるっていうのは、どん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 こう減り下る姿勢が与えられるっていうことです。そこが本当にこの世と大違いです。そのどんどん減り下って、でお互いに愛し合って、で僕も本当に今までの人生で、そのクリスチャンの方たち の、 その兄弟姉妹の愛によって本当にたくさん支えられてきたなって、もう思い起こせばキリがないほどです。もうまだ方も、いらっしゃると思いますし、まあ、そうやってこうイエス様がもう本当に全ての、必要なものを
与えてくださる、備えてくださる、そして一人一人が本当に神様に作られたその一人一人の良さ、一人一人の本当の、賜物、個性、そういったものを本当にお互いに愛し合うために用いることができるようにイエス様が、変えてくださっています。そしてお互いのためにこう愛し合えるために、その賜物を用いるっていうことが神様がまず一番喜んでくださることであり、そして僕たちもお互いにその人のためにその真心から愛し合える神様からのその油注ぎをたっぷり受けて、もう受けて受けて、もう受け取って、もうどん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 その油で満たされて、その、互いにこう寛容になり、誠実になり、で愛し合えるようになりっていう、それがもう本当に全ての人にとって喜びであるはずです。でその全ての人が喜べるその賜物を、神様はこのイエス様を通して与えてくださろうとしています。イエス様にも全てのその愛、喜び、平安、寛容、親切、そういったものが、僕たちが喜べる全てのものがイエス様に、神様は託されている。で僕たちがイエス様くださいって言った時にイエス様は喜んでそれを与えてくださいます。もうそれを受け取ることはもう全ての、人にとって、まあ、特権であり、義務でもあると思います。僕たちが本当にお互いに傷つけ合う世界から、こうしてこの世から助け出していただいて、何も優れたところのない、誇ることのない、誇れることがない僕たちを、ただただ神様が恵みによって、救い出してくださったということ、もうこの神様の大きな愛にただただ感謝して、このイエス様に心から信頼し、もっともっとイエス様に信頼して、イエス様と一緒に、もっともっとイエス様との距離を、近づけて、歩めるように、今日もたくさんイエス様からその御言葉を通して恵みをいただきたいと思います。その愛してくださっている神様に本当に、感謝を持って、心から魂の奥の奥からその、喜びをこう湧き出させて、そして、神様に、喜んでいただける賛美が、できたらなと思います。それでは皆さん、イエス様に心を向けて、全力で賛美していきましょう。アーメン、アーメン。はい、じゃあ、賛美始める前に、皆さんで、イエス様に向かって7回イエス様って呼び求めて、それから賛美しましょう。せーの、イエス様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 、ボタンだ。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに、ホザーナ、ホザーナ。眺めば賛美に満たされて、ホザーナ高らかに。今度こそ2代目ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ主の御名。
の木だろう。またいたい。イエスの道を、いただきます。イエスの道を、
ていきます。アメハレルヤー、アメハレルヤー。76番、感謝します。大門途中で、高尾さんに、曲ゆっくりにしていただいて、でその後ちょっと 2,3 分自由にお祈りする時間を取りたいと思います。リスナーの主の愛を感謝します、感謝します。
した。皆さんにも祈りがありますように、主よどうかあなた様が、油注ぎをどうか与えてくださいませ、どうか主よあなた様が使えてくださいませ。ありがとうございます。神様の祝福を、愛様の祝福を、自主の力がありますように、仏教徒のイスラム教徒の携わりがありますが、どうか神様、神様、彼らの平安と安らぎと心と安らぎと祝福がどうかありますように。主よどうかこの臨在の力を、主よどうかこの臨在の力を世界中に現れてくださいませ。この世は苦しすぎる。この世は苦しい。癒せやってください。
じゃあ次元気よく聞けよ我らの賛美歌いましょう。ずっと元気よくだけどね。神様、僕たちの賛美聞いててください。ねえ、神様に届けます。ねえ、you
作り変える。
スの御霊の油注ぎ、私を作り変える、我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる、我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる、主の御霊の油注ぎ、私を作り変える、主の御霊の油注ぎ、私を作り変える、我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる、イエス様、我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる、サルマナさん、ハレルヤ、主の御霊の油注ぎ、私を作り変える、感謝します、主の御霊の油注ぎ、私を作り変える、教えてください、我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる、我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる、仰ぎ見させてください、もっとイエス様、あなたに近づいていけるように私たちを待ちてください、導いてください、ハレルヤ、ハレルヤ、おはようございます、ハレルヤ、イエス様、受け取ってください、皆様、罪に覆われた心をどうか打ち砕いてください、アメン、ハレルヤ、天のお父様、感謝します、しっかり書いてください、毎日毎日すごく過ごせることを感謝します、ありがとうございます、主の御霊の油注ぎ、私を作り変える、我がすべて御霊の力に満たされて、
晴らしい、素晴らしい。放送がですね、なんかプチプチしちゃってごめんなさい。そしてなんか何回も途切れて申し訳ありませんが、今なんとか放送できてるんではないかと思いますが、放送が中断なんなくてよかったです。まあ神様に知恵をもらってですね、今かろうじてですね、放送が続いてることを感謝します。今日は特別に油吸いが強くてですね、もう本当にもう本当にこのメンバーみんながですね、こう解放されて、こう本当に主に向かって真心をね、もう神様にね、もう神様にもうありのままというか、もう本当に心を広げることができたんじゃないでしょうか。神様はそのような霊と誠の礼拝を求めています。もう着飾った礼拝とか飾ったような礼拝とか、かっこつけるような礼拝ではなくて、もっと自由で、ね、もちろん秩序が必要です。でも御霊のあるところに秩序があると思います、ね、決して私たちはもうなんかこう好き勝手にやってるようなことじゃないんです。世の中のそのなんていう羽を外すようなことは秩序がないんですね。それは信仰から出たことじゃなくて、その肉から出たことなので、羽を外して悪いことをするという感じです、ね、私たちは逆です。羽が外れるかもしれないけど、それは御霊の自由なので、罪を犯すための自由じゃないんです。私たちの自由は神様を礼拝するための自由なんです、ね、もう世の中はですね、イエス様に向かって礼拝させまいとする力が働いてるんです。だからイエス様に礼拝する自由がないんです。世の中には罪を犯す自由はあっても、ね、礼拝する自由が与えられてないんですよ。で、私たちはそのイエス様によって礼拝する自由を与えられてるんです。似てるけど違うんです。世の中の羽を外すのと似てるけど違うんです。私たちは罪を犯したくなくなってくるんです。むしろ私たちはもう本当の自由、それは悪魔に支配されない自由。世の中の人たちは悪魔に支配されながら、悪魔の許可の中で、罪の自由がある、かもしれません。罪の自由は自由じゃないんです。罪の自由は罪を犯せるという自由。よく私たちがなんか悪いことするときになんかスリルを感じるでしょ。なんか内緒で何かする、隠れて何かをする、ね、なんかそういうスリルを皆さん感じたことありませんか。それは本当の自由じゃないんです。それは、悪魔が喜ぶような自由です。一見自由に似てます、ね、だから隠れてなんか好き勝手やるわけですから。だけどそれは、大変なことになるわけです。人を裏切り、ね、反社会的になり、そして結果的にはその罰せられるわけです、ね、だから、自由を謳歌しているようですけど、結果が悲惨なことになります。しかし私たちの自由はむしろ神様の栄光を表します、ね、むしろ本来の人間として本来にの自由になるんです。悪いことに自由じゃなくて良いことに自由になるんです。以前恥ずかしくてできなかったことができるようになる。以前何か見られたらちょっと嫌だなと思ったことができるようになる。以前はプライドがあってできなかったことが素直にできる。飛び跳ねたポケ跳ねた。もうその心が自由になると、全てが自由になるんじゃないかと思うんです。多くの人たちは心が縛られているんですね、がんじがらめ縛られていて、その何かですね、できない、パウロも言いましたね、私は正しいと思うことができない、したいことができないとローマ7章に書いてありますね。したいことができない、それは、罪の奴隷だからですね。悪魔がさせないんです。
悪魔が正しいことをさせない。だってそうでしょ、悪魔は正しいことをしてほしくないでしょ。だから悪魔は正しいことをさせまいとするわけ。悪いことはしていいよ、悪いことしていいよ、正しいことダメ、正しいことしてダメ、で悪魔の支配です。神様は逆でしょ。神様は悪いことはダメだよ、悪いことダメ、良いことしなさい、良いことしなさい。ちょっと正反対です。ですから私たちは良いことに励むのです、ね、悪いことは私たちは極力小さな悪も避けなさいとありますね。小さな悪も避ける。私たちは良いことに励むんです。アーメン。世の中の人たちはその悪いことに励んでるわけです。アーメン。悪いことに励んでます。今日のその聖書はですね、ガラテヤの 3-22 なんですけど、まあ、とりあえず読みましょう、ね。とりあえず読みましょう。ガラテヤ 3-22 から25までね。しかし聖霊は、聖書は逆にすべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。一節多かった。アメン。皆さん、私たちはですね、愛も学びますけど罪も学びますね。愛も学びます、でも罪も学びます。ちょうど愛と罪っていうのは正反対のものなので、罪を学ぶっていうことは愛も学ぶことになります。愛を学ぶということは罪を学ぶことでもあります。もちろん私たちはね、愛の行いをするためであって罪を犯さない、ことが大事なんですけど、でも、皆さん、何が罪で何が罪じゃないかということを知らなければ、危険だと思いませんか。車の免許を取るときには交通法規を勉強します、ね、で交通法規でこうしていいよ、こうしてダメ、制限時速40キロとかいろいろ書いてあるわけです。でそういうルールがあったときに、それをルールがあるがために私たちはそれを守ることによって危険から守られるわけです。つまりルールは、罰金を取るためのものじゃなくて、ルールは事故を起こさないためのものなんです。アメン。そうでしょ。ルールは私たちをね、おまわりさんが苦しめるためのものじゃなくてね、はい、一時停止、あなた全然止まってない、ダメね、とか、それ、おまわりさんが苦しめるためのものじゃなくて、私たちが安全に運転するためのものなんです。だから、そういうルールがないと、私たちは、どうすればいいのかわからない。こういう時はどうしたらいいのか、こうしたらどうしたらいいのかわからなかったら、その、間違ってしまって事故を起こしやすいわけです。つまり、法律とかルールというのは、私たちが、その、快適に、安全に、するためのものなんです。でもルールを破るのは2つあります。2つあります。どういう時にルールを破るかというと、よくその間違えて、ね、間違えてルールを破っちゃうことがあるかもしれない。よくわからないでね、まあ、道路標識がよく見えないとか、それからちょっと勘違いするとか、ね、それは誰でもあることだと思うんですね。そのちゃんと標識がちゃんとしてるとは限りませんね。ちょっと古くなってこうよく見えないような標識もあるし、なんか天気が悪くてちょっとね、標識が見えない時もありますから、そういうことっていうのはケースバイケースであると思います。問題は、一番問題は知っていて一時停止しないとか、知っていて、駐車違反するとか、知っていて、その犯すこと、これは良くないですね。これは良くないわけですね。神様が律法を与えたと書いてあります、ね、
神様が律法を与えたのはもちろん社会が良くなるため、こうしなさい、ああしなさい、殺してはいけない、盗んではいけない、嘘をついてはいけない、そういう基本的な神様のルールがあります。そのルールは私たちがの幸せのためです。私たちがその良い社会、良い人間関係を築くために神様は律法を与えました。でももう一つ律法を与えた理由があるんです。もう一つ、律法を与えた理由があるんです。それは何かというと、私たちがルールがあっても、ルールがあっても守りたくない、ルールを破りたい心があるということに気づかせるためなんです。わかります？私たちは罪人として生まれてくるじゃないですか。だから罪というのは目に見えないんですよ。罪というのは目に見えない心の中の問題ですから。でもその罪という問題を私たちは自覚する方法がなかなかないんですけど、悪いことをするということを通して、私たちが悪いことをするということを通して、あ、なぜ私は悪いことをしてしまうんだろうかと、その時に罪を自覚するわけです。つまり私たちが悪を行うというのは、これは神様が罪というものを教えるために私たちが悪いことをしてしまうという罪を教えるためのあり方なんです。アメン。つまり、ここにあるように聖書は、全ての人を罪の人に閉じ込めたというのはそういうことだと思うんです。全ての人がそのアダムとエバの罪の結果、神様から遠く離れて、ね、神様と断絶している状態だということを教えるためなんです。どういうことですか？神様は何をしたいんですか？神様の目的は、神様の目的はその神様から断絶した心が罪を犯すんですけど、その答えは全ての人がイエス・キリストを知って、そのさっき言った罪というものを取り除かれて神と和解し、その私たちが神の御心を行うようにさせるためなんだということです。立法主義というのは自分の力でその、法律を守ろう、神様の正しさを全うしようとするけれども、その罪という問題を解決しないでそれはできないんです。皆さん、ここのところ大事ですよ。いいですか？その世の中というのは罪という問題を解決しないで、見かけだけあたかもいい人かのように振る舞っているということです。つまり立法主義というのは偽善主義なんです。立法主義というのはこの世なんです。見かけだけあたかもいい人のふりをするけども、自分の心の奥底にある罪というものをこの無視してないがしろにしていることを立法主義というんです。偽善というんです。神様が欲しいのは形が立派なことじゃないんです。さっきも言いましたね。神様が欲しいのは心の奥底に神をどう思ってるかが大事なんです。その人の心の奥底が神を無視し、神様と無関係であること自体が問題なんだよということを教えたいんです。神様と無関係で生きることによって私たちは自己中になり、その悪いことをしてしまうという、その悪魔に従ってしまうということを神様は気づかせたいんです。ですからここによると、神様はイスラエル民族に律法を与えました、それはイスラエルを選んで律法を与えたわけです。でもその律法を与えたらイスラエル民族が良くなるわけじゃないんです。その律法を与えた目的は、イスラエルの人たちが罪の自覚をしてメシアを待ち望むようにさせたんです。異邦人には律法が与えられてないんです。異邦人には良心が与えられていると書いてあります。全ての人には良心があって、その良いことをしなければいけないという思いは誰でも持っているんです。
しかしその良心があったとしても罪の力は良心を超えているんです。罪の力は、いけないと分かっていることを分かっていても欲望とか誘惑とか自分の考えに従って罪を犯す、してはいけないことをしてしまうその心の傲慢さと言ったらいいでしょうか。それがあるということです。さっきこの世は傲慢だとおっしゃいましたけど、私は今さっき申されたのは、私たちはへりくだっていくのはイエス様から学んでるから、イエス様のようにへりくだっていきます。この世はだんだん傲慢になります。なぜ傲慢になるかということをちょっとピンときたんですけど、悪魔から学んでるんです。悪魔から学んで悪魔のように傲慢になっていくのがこの世です。しかし私たちはイエス様から学んでイエス様のように謙遜になっていくんです。アメン。わかりやすいですね。わかりやすいです。で、私たちは罪というもの、その罪を犯す瞬間、罪を犯す瞬間にいろいろな思いが来るわけです、結局のところ、クリスチャンにとっては罪を犯すということはイエス様を裏切ることなんです。アメン。未信者にとって罪を犯すというのは人間関係や良心を裏切ることになるんです。悪いということは分かってても、その自分を中心にして、裏切って悪いことをするんです。そこにはその悪魔の性質があるんです。悪魔の性質は反抗して裏切るんです。しかし信仰は逆です。信仰は神様に対して従順で、神様に対して裏切らない、その神様に裏切らないことが信仰なんです。アメン。人を裏切ったり神を裏切ったりすることが罪なんです。神様を裏切らずに人を裏切らないことが信仰なんです。アメン。ですから私たちは悪い人ともし約束したとすれば、悪い人に対する約束も守るんです。アメン。悪い人だから約束破っていいとか、悪い人だからもう もう無視していいとか、そういうことじゃないんです。私たちは、全てにおいて正しい対応をするわけです。アメン。それが信仰です。そして私たちは、その、罪というものがどういうものかというものをよく理解する必要があります。私たちはクリスチャンです。クリスチャンは罪を犯したくありません。罪を犯したくないというのはただ、ただこう言われたことをしっかり守るということももちろん大事ですけど、しかしそればかりではなくて、その悪いことをしてしまうということを予防しなければなりません。で、その予防というのは自分の弱さを認めて、私はパチンコ屋のそば行ったらパチンコに入っちゃうんじゃないかとか、飲み屋のそばに行ったら飲み屋に入っちゃうんじゃないだろうかとか、そういう弱さがあるならば私たちは予防します、クリスチャンは、神様を愛しているので神様を裏切りたくないんです。だから神様を裏切らないためには罪を犯さないような工夫も必要だということです。アメン。車で言えばですね、事故を起こしたくないからできるだけ安全に運転しますね。もう角だったら少し徐行して、ちゃんと止まって左右を見なきゃいけません。それは、より安全を求めるためです。交通ルールを守ることが大事なんじゃなくて、安全を追求することが大事なんです。アメン。交通ルールを守っても安全、危険な運転したら良くないと思いませんか。本末転倒です。立法もそうです。立法学者たちは、立法を守るけれども神の御心は行ってなかったんです。神様の教えを守っているようで神様の御心を行ってないんです。そう、心の中で神を敬ってないわけですね。つまり立法を守ることが自分のプライドになり、立法を守ることが自分を誇っていることになるんです。でもそれは立法が与えられた理由ではないんです。立法が与えられた理由は神の御心を知ることであり、自分が
その自分の中に罪があるということを自覚することであり、そして神様に対してどうかということを吟味することなんだということです。小さい子にはですね、小さい子のルールがあります。まあ、息子とか娘がいたら、あ、それしちゃダメだよ、あ、それこうしなきゃダメだよ、勝手にそれを向こうに言っちゃダメだよ、でいろいろ小さい子にはルールがあります。それはその小さい子にとって必要だからですね。もしそれを教えなかったら危ないです、危険です。ちっちゃい子にはこうしなさいっていうルールがあります。でもその子供がその親子の関係が悪ければ平気で親を裏切って悪いことをするわけです。でもその子供が親子といい関係ならば、あ、僕はパパが好きだ、僕はママが好きだという子はですね、言うことを聞くんじゃないかと思うんです。アーメン。ですから私たちクリスチャンも同じです。私たちは天のパパが好きです。天のパパが好きだから私たちは、罪を犯したくないのです。裏切りたくないのです。アーメン。イスカリオトのユダは十二人に選ばれました。ものすごい光栄だと思うんです。十二人に選ばれたんですよ、皆さん。十二人に選ばれたんです。その光栄にもかかわらずイエス様を裏切ってしまいました、ね、私たちクリスチャンも同じことが言います。私たちも神の子として選ばれたんです。神の子になったんです。神の子になってどうして神を裏切ることができるでしょうか。神の子にしてくださったんです。イエス様のおかげです。十字架のおかげで神の子になったのに、なぜ神を裏切ることができるんでしょうか。それはあまりにも罪が大きいと思いませんか。アメン。でもそのためには神様に対する、その信仰に基づく感謝、信仰に基づく尊敬が必要です。神様をどれほど崇めているのか、神様を本当に心から崇めているのか、神を感謝しているのか、それが私たちの行動に出てくるんです。私たちがどれほど誠実に歩むか、どれほど正しく歩むかは神様との関係なんです。神様との関係によって人間の行動が決まるんです。神を神と思わない人は悪いことを平気でするんです。皆さん、悪いことをする人が神を崇めていると思いますか。思いませんね。悪いことをしている人は神を恨んでいるとか、神に反抗している人が悪いことをするんじゃないでしょうか。神を心から感謝している人が悪いことをしないと思います。アーメン。ですから私たちはそのように罪とは何かということを掘り下げて考えましょう。罪というのは奥深いんです。私たちが清くなるためには、私たちが罪を犯さないためには、私たちの心がどうあるべきなのか、どうすると罪を犯すのか、どうすれば神を裏切ってしまうのか、どうすれば兄弟姉妹を裏切ってしまうのか、そういうことをよく理解した上で目を覚まして気をつけようではないでしょうか。そして一人一人がしっかりと成長して、神の子として成長して良い模範を見せようではないでしょうか。アメン。アメン。アメン。律法は養育係と書いてあります。養育係というのは結局は育てるものだということですね。その律法があるために私たちは神の御心が分かっていくわけです。しかし一番大事なのは心の律法です。心の律法って何ですか。心の律法って何ですか。聖霊様ですね。聖霊様を受けることに、法律とか交通法規っていうのは外側です。人間の外側です。ですからある意味では守りにくいんです。自発的じゃなくて押し付けられて、こうしなさい、ああしなさいと押し付けられてやるのが律法ですよね。ちょっと待って。
かし心の立法は、心の立法は心の中にある立法です。聖霊様は心の立法です。心にあるというのはどういうことか分かりますか？私たちは罪を犯せないということです。分かります？罪を犯せない、心が立法ですから、ね、ですから第一ヨハネにこう書いてあります、ね、その神の子は罪を犯せないと書いてあります。神の子は罪を犯せない、なぜかというと心の中に心の立法があるからです。アメン。天国に皆さん法律あると思いますか？天国に法律ないです。法律があるところは罪があるところです。天国には罪がないですから法律はないんです。私たちの心には、ね、心の立法があるから私たちは罪を犯さないようになれるわけです。アメン。天の父様、感謝します。私たちは以前は罪の中を生きていました。平気で悪いことをしていました。もう人を裏切るのが当たり前、嘘をつくのが当たり前のような生き方をしていました。しかし主よ、そのような汚れた私たちを憐れんでくださって、イエス様と出会い、イエス様の言葉を聞くことが許されたものとして、そしてイエスキリストを信じて罪が拭われ、心の立法を与えられ、神の子になれたことを本当に感謝します。これが人間にとって一番大事なポイントです。人間にとって大事なのは悔い改めて罪から離れ、イエスキリストにあって義に生きることです。神様に喜ばれる生き方をする、それが人間にとって一番大事ですが、そのためにどうしてもイエス様が必要、どうしても十字架が必要です。そのことを多くの人に伝えたいのです。イエス様、今ニコ生で伝えられていることを本当に感謝しますが、ニコ生の方もそれを理解してほしいです。まだこのことを聞いていない人たち、まだ福音を聞いていない人たちにどうぞ伝えたいのです。どうぞ伝えさせてください。あなたの光を当ててください。あなたの御言葉を与えてください。彼らは何をしていいかわからないのです。彼らを許してください。彼らを許してください。彼らに導きを与えてください。光を与えてください。あなたの御言葉を与えてください。そして私たちのように、私たちのように悔い改めて神のことをなれますように、たくさんの人が神のことをなりますように、イエス様、日本を変えてください。日本を救ってください。日本を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。神様はどれほど全ての人と関わりたいと思っていらっしゃるでしょうか。神様は全ての人を愛したい、祝福したいんです。神の愛は大きいのです。全ての人です。全ての人を愛したいのです。でもそのためには罪が障壁になります。その罪というものがあるがために、神様は人を愛することができないんです。でしかし誰でも悔い改めて罪を認めてイエス様を信じれば、その罪がなくなるんです。罪が砕かれるんです。そして神様がその人と和解し、神様がその人の中に来てくれるんです。神様が皆さんの心の中に来てくれるんです。神様が来てくれるんです。私たちの心の中に来てくれるんです。すごいと思いませんか。今まで悪魔がいた心の中に神様が来てくれるんです。今まで悪霊がうじょうじょしていた、悪霊強盗の巣だった私たちの心が祈りの家に変わるんです。私たちの心が、ね、もう、ゴミ屋敷だった心が綺麗な部屋になるんです。ごめんなさい、ディスってるわけじゃないんです
私たちの心がもうきれいに整頓されるんです。神殿になるんです、ね、私たちの心は神殿になるんです。イエス様が住まわれる部屋になるんです。それが人間です。それが人間です。誰でも誰でも悔い改めて歓迎するならばそうなるんです。イエス様に愛されるんです。イエス様に祝福されるんです。皆さんです。あなたです。あなたです。あなたです。天の父様感謝します。もう本当にあなたの愛を思うと本当に涙が出ます。あなたが私たちを救うために流された血を、私たちは血を流したくありません。血を流すことは命を失うことです。しかしイエス様は愛がゆえに、愛がゆえに人を救うために命を捧げて血を流されたお方、私たちはそのことを覚えてこの聖餐式をします。このイエス様の血は愛そのものです。このイエス様の血は命そのものです。私たちは信仰によってそれを受け取ります。信仰によって十字架の愛を受け取ります。信仰によってあなたの十字架のその御業を受け入れます。イエス様を信じます。イエス様を信じてイエス様との契約を守ります。どうぞ私たちを整えてください。あなたにふさわしいものに作り変えてください。この契約にふさわしいものとして歩ませてください。イエス様、兄弟姉妹を励ましてください。兄弟姉妹を励まして強めてこれからの日本のリバイバルのために用いてください。あなたの御用に用いてください。御国のために用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。今日は特別に解放された感じがします。特別に解放されました。今日から9月です。9月初めの誠実です。何か新しいことがありそうです。カレンダーを見たらですね、10月3日がロシュハシャナだそうです。ロシュハシャナというのはユダヤ歴のお正月ですね。10月3日だそうです。ですからその70回目のヨベルの年、そのあとおよそ1ヶ月あるんです、ね。この1ヶ月に何があるか分かりません。何があるか分かりませんけど、皆さん神様のご計画に期待しましょう。神様のサプライズに期待しましょう。神様は素晴らしいご計画があるんです。神様は素晴らしい祝福を持ってらっしゃるんです。素晴らしい恵みを持っていらっしゃるんです。それを信仰で受け取るんです。信仰がなければ神様の祝福を受け取ることできないんです。素晴らしい計画があるんです。皆さん一人一人に素晴らしい計画があるんです。素晴らしい、もう驚くべきサプライズがあるんです。欲しいですか？欲しいですか？欲しいですか？受け取りましょう。受け取りましょう。受け取りましょう。アメン。アメン。アメン。シャロー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 ン。